まともに胴体を狙うと当たりません。はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、超有能生物、衛星版カルキノス攻撃型イカダトラップのご紹介です。とうとうアークサバイバルアセンディットにもカルキノスくんが実装されました。さらに今回交配もできるようになりましたので、厳選してブリーディングして今後もずっと使っていく生物になっていきますので、ぜひトラップご活用いただければと思います。初めての方に簡単にご紹介だけしておきますと、カルキノスくん、採取のお供として非常に有能な生物となっております。その他、アベレーションの攻略にもキーパーソンとなっておりますので、ほぼ必須のテイム生物となっております。今後のためにも、ぜひテイム、厳選、頑張っていただければと思います。ちなみに、スピノサウルスにも対応しておりますので、後ほどご紹介させていただきます。少し現状実装されたてというところもありまして、バグ的な注意点などもございますので、順次ご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。なお今回会員編集版とさせていただいておりますので、また正式版修正含めてですね、落ち着いたら正式版出そうと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとか、ございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。では、まず、トラップを作っていくんですが、必要素材はこちら。イカダ部分として、イカダ、土台が8個。天井が1つ。土台を張るための目印として、キャップ土台が1つ。柱が1つ。これは設置後回収していただくことになります。そして、イカダに登るためのスロープ。これは特に乗れるようであれば、なくても大丈夫です。そして、トラップ部分として必要となるのが、クォーターの天井が13枚。壁が6枚。あと、後ほどご紹介しますが、特殊テイムとなりまして、昏睡させるのが投石機の石か、もしくは大砲ということになります。大砲の場合、テイム効果が落ちるので、テイムはしやすいんですが、基本的には投石機でのテイムとなります。あと、投石機で打ち出すためのスパイク付きの岩、弾丸となります。この岩の製作に関しては、投石機のインベントリー内で、作ることになりますので、あらかじめ拠点に一つ投石機を作って、その中で作っておくと便利です。今回 ASA は回収ができるので、使う時だけ拠点から回収して持ち出すというのも一つの手段ではあります。こちらが全部まとめたものになります。餌に関しても少し特殊でして、キブルは超級以上となります。その次に効果があるのが腐った肉。そして生肉となります。生肉だとかなりの数が必要となりますし、時間も必要となりますので、最低でも腐った肉が必要となります。ただし、腐った肉もですね、かなり時間と数が必要となってしまいますので、できるだけキブルを用意していただいた方がいいかと思います。まあ最初は腐肉になると思うんですけどね。ちなみに、腐肉大量に作る場合なんですが、生肉など大量に溜まっている場合の、もうすぐ腐りそうなものをですね、スタックを分ける。で、すべて分けていただくと、一気に腐らせることができますので、麻酔薬でも使っていきますので、たまにインベントリーや餌箱見ていただいた時に腐りそうなものがあれば、積極的に腐らしていくのも一つです。ある程度経てば、餌箱で腐肉がどんどん溜まっているようなことになってくると思いますので、最初のうちはこの手段を取っていただくと便利です。ではですね、実際作っていこうかと思います。
今回のイカダトラップは川に対応したものになるので、池であったり深いところに関しては対応しておりませんので、ご注意いただければと思います。ではまずイカダ部分としてイカダを出します。何回かお伝えしている内容にはなるんですが、一旦オプションで非表示を、これで帆がなくなりますので、ここから手段は何でもいいんですが、まず索土台、これをこの2本目のところですね、1、2本目、この索土台の真ん中の矢印に合わせていただいて設置、この真ん中に柱を置きます。極力綺麗にですね置くための手段です。あとは土台を置きます。回収苦手な方はこの段階で1個土台を置けば柱と索土台回収していただいて大丈夫です。あと運転席の部分は土台を置くと操作ができなくなりますので、ここに関してはハッチバック、これで操作することができます。あと乗る時も下側から乗ることができますので、これが楽です。一応土台も置くことはできるんですが、まあそこまで頑張る必要はないかと思います。あとは柱と角土台回収します。これでイカダ部分石で囲った状態となります。最後ですね、スロープもしくは階段でいいんですが、このイカダの後ろのあたりですね、どこか好きなところに設置していただければいいです。イカダ川の中央に置いたりする場合もあるので、極力下から登れるようにしていただければと思います。もちろんこの下からでも登ることはできるんですが、横につけた場合はちょっと移動するときに他の生物が引っかかったりする場合があるので、極力後ろの方がいいかと思います。続いてトラップ部分になるんですが、一応ですねベタ付けでもできるんですが、安定的にできるようにですね、ウォーターの天井を1枚前に出します。イカダの正面真ん中につけます。どっちでもいいです。で、R ボタンで切り替えて三角天井をその前につけます。これを六角形になります。続いて壁を両扉枠に変えまして、イカダから正面の両端ですね、2段、こちらも2段、そしてイカダ側に2段、この状態で貼ります。次に同じく三角天井をイカダ側の壁の1段目のところに貼ります。これを六角形に貼ります。上に登るためにここも屋根か階段、スロープだとちょっと角度が足らないので貼ります。これですねはしごで登るようにしてもいいんですが、はしごだとちょっと登れない場合があるので、階段の方が安定です。あと、防御の役割も果たしてくれるので、後ほどご紹介するスピノとかの攻撃もですね、通らなくなりますので、階段の方がおすすめです。そして、投石機。これを、この六角形の真ん中で大丈夫です。サバイバーが当たる判定があるので、貼ります。投石機乗ればですね、向きは変えれるようになっているので、置く向き自体は特に気にしなくて大丈夫です。インベントリー内で通常この弾薬というところで石とインゴットで作成するということになります。ちなみに今150発ありますが、150でもおそらく150使うことはないと思うので、多めに作っておくと複数厳選するときに楽になります。大量の石とインゴトが必要になるので、運ぶの大変なので、拠点で弾薬に変えてから持ってきた方が楽です。これで完成です。では実際やっていきますね。少し岩が大きくなったりとかですね、 ASE から変わってるところはあるんですが、基本的に一応一通り
このあたりの川であれば深さも問題ないようでございます。ちなみにここはおすすめのカニスピノの厳選場所になっておりまして、場所としてはこのあたりとなっております。ちょうど真ん中あたりですね。人気で有名な場所でもあるので、ぜひご活用いただければと思います。ここだとこのあたりからですね、ぐるっとここぐらいまで川ですね、繋がっておりますので、このあたりを行ったり来たりしているとですね、すぐリスポーンしてくれるので、ここを行ったり来たりするだけで厳選が可能です。ではですね、実際に捉えていきますね。いかだスピードに乗ってると行き過ぎてしまうので、一回手前で止まってからですね、徐々に近寄っていきます。正面に捉えて、このビクッとした時にトラップに入ってくれますので、この状態であればもう捉えている状態です。あとはこのままですね、投石機乗っていただいて、今現状ですね、少し当たり判定がおかしくなっているのか、位置情報がずれているのか、通常はこの胴体に狙っていただいて、投石機この先の部分でですね、照準となっておりますので、そこで狙うんですが、まともに胴体を狙うと当たりません。目安としては少し下の方なんですが、お腹のあたりかその下ぐらいですねを狙って打っていただくと、これぐらいですかね、当てると当たります。こんな感じですね。あとは当てていくということになるんですが、ちょっと通常はですね、脳死で投げれるんですが、今現状としてはですね、ちょっと狙わないとうまく当たらない場合が出てきてしまいますね。ダメージですね、足とか手に当たってしまうとダメージだけになるので、本筋としてはですね、ちゃんと胴体を狙わないといけなくなります。ここだけ注意してですね、うまく狙えないときは一回降りてですね、こっち向いてもらうと当てやすかったりします。こんな感じですね。ちょっと脳死で与えれないのが辛いとこですが、これで眠ります。ちょっとね、当たり判定が難しいところもあるんですが、一応昔よりですねシビアではなくなったので、今何発かは外してしまったんですが、昔はですね ASE の時代は結構ギリギリの体力だったりしたので、ミスすると倒してしまう可能性が高かったんですが、幸いにも体力減りづらくなっておりますので、比較的ですね、昏睡はさせやすいかと思います。もしですね、ミスって体力、一応虫眼鏡とかで見れるので、やばそうであればですね、死体を食べさせれば回復しますので、死体近くに置いてですね、死体自体を食べようとはしないので、自分などを狙わせてですね、死体を食べさせるという手段を取っていただければ、体力回復しますので、継続することも可能です。少しですね、当たり判定が、まあ修正されると思うんですが、おかしくなっているので、現状のテイムとしてはちょっと難しくなっておりますが、このトラップだと逃げられないと思いますし、特に誘導する必要がない分ですね、楽だとは思いますので、ぜひご活用いただければと思います。ちなみにこのトラップなんですが、ピノ君にも対応しておりまして、まあ、対応というか使えるっていう段階なんですが、このままですね、入っていただいて、これでですね、ピノ君も捕らえれます。一応ここに壁あるんで、クリエイティブモードなしでもですね、攻撃は当たりません。これでですね、基本的にはあまり抜けないんですが、場合によっては抜けるので、一応安定としてはやはり先日お伝えしたスピノ用のイカダトラップの方が確実です。ただ一応このトラップでも捕らえることは可能です。ここにいる限りは当たりません。一応ですね、このように逃走しようと思っても動けなくなっているので、ちゃんとハマってないようですが、
応捉えることはできます。ちょっと場合によっては足場あったりとかで抜けちゃう可能性もあるかもしれないんですが、一応使えます。ただ安定性はスピノ用のサイズにしたトラップの方が当然ながら安定します。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、有能生物カルキノスくんの攻撃型いかだトラップのご紹介でした。誘導不要となってますので、かなり楽にテイムすることができます。唯一欠点としてはですね、いかだなので陸地に逃げられると捕らえれません。なんでもう一回ちょっと川側にですね誘導する必要が出てきてしまうんですが、それを除けばですね、基本的にトラップに誘導してはめるという行為をですねしなくて済むものになるので、ぜひご活用いただければと思います。あとお伝えした注意点としてですね、今位置情報が少しずれているようなので、修正されるまではですね少し下のあたりとかずれたところを狙う必要が出てきてしまいますので、そこだけテイム時お気をつけいただければと思います。もしかすると現状であればですね、テイム効果は落ちてしまうんですが、大砲だとまあ一発なので、そこでとりあえずテイムしてしまうっていうのも一つの手段かもしれません。ちゃんと修正で落ち着いてから厳選を開始するっていうのも一つの考え方かとは思います。あと一応スピノも捉えることはできるんですが、安定的ではないので、やはり以前お伝えしているスピノ専用の攻撃型トラップの方が捕まえやすいかと思います。イカダですね、実際作るのそんなに難しくはないので、2つ用意するのも1つの手段ではあります。置いておく場所だけの問題ですね。拠点の近くに川があるんであればその手段を取っていただいて、ないようであればちょっとさすがにね迷惑になるので、1個で対応していただくのがいいかなと思います。次回一応ラベジャーのトラップですね、ご紹介する予定になっておりますので、お楽しみにお待ちください。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord など、アークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。